池修済は中華民国の政治家、教育者、紀藤傍教自治政府の秘書長で、後に第二大行政長官となった。日本に留学し、東京高等師範学校、明治大学を卒業している。帰国後は、石膏省主席正志学官、北京高等師範学校教授、少子大学教授、北京中学校長、天井師範学校校長などを歴任した。 1925年、中国銀行定やトン文工業長に任せられる。さらに、通世紡績講師経理も担当した。1935年、池修済は、河北省の麻美光区行政、正久さ支援員講書筆書長に任せられた。同年11月に、 紀藤防協自治委員会が成立すると、院南事項政務長官と同郷の吉見から、その秘書長に就いた。1937年7月29日、通州事件が勃発、院南事項も、反乱軍に一時捕えられる事態が起きた。院は混乱の中で、かろうじて脱出、北平に逃げ込んだが、反乱軍との関係を、日本軍に疑われて拘束されてしまう。そのため、 同月31日、公務で不在だったため難を逃れていた池修済が、政務長官代理に任命された。池は、通州事件の事後処理にあたり、また、政府所在地を通県から東山に移した。翌1938年1月30日、紀藤防教自治政府は、大勝都市が率いる中華民国臨時政府に、併合され、領域は、河北省に編入された。 池は2月5日に行政委員会参議に起用され、さらに4月には北資産金株式会社の子会社、河北最近有限古墳講師で当事長となっている。王朝明政権でも1945年5月に老公協会理事長を務めた。日本敗北後の1945年12月5日、池修住は強靭を装うも虚しく潜伏先の北平で、 逮捕されている。間もなく、国民政府から審問を受け、池は、官官の罪により、極刑の判決を下されたが、実際には、国民政府統治下での執行はなかった。中華人民共和国成立後の1951年5月20日、北京市人民政府から改めて反革命罪などで、死刑判決を言い渡され、直ちに執行された。年62、池修は、 公募失踪と王道政治論の信奉者であり、徹底した国民党嫌いであったとされる。三民主義や孫文を非難、罵倒し、また、新末の政治家、祖国藩を尊敬していた、とされる。陰乱事項同様、日本語に巧みであった。ありがとうございます。